チョコ先生がスペースで寝起き ASMR、 途中で寝落ちをしてしまい3時間近くスペースをつなげていた。ちなみにトレンド1位、よく寝落ちしてない？チョコ先よく寝落ちしてるっしょ。知ってるぞ、うちは。チョコ先よくあれだな、スピーみたいな感じで綺麗に寝れるね。いびきかいたらやばくない？よくいびきかかずに寝れるな。あ、寝落ちすると大体無音になる。へえ。うちは絶対寝落ちとかできないな。いびきかいちゃうかもしれないし。たまにさ、なんかさ、寝ててさ、自分のいびきで起きることとかない？なんか、多分ね、いびきずっとかいてるわけじゃないんだけどさ、なんかたまにさ、かぐおーっつってあって、うわーって。いや、今いびきかいたみたいな感じで起きたりとかしない？あるよねー。時々グーって言ってた。まだ可愛いじゃん。うち結構寝言も言っちゃうタイプだからな。怖いんだよ。もうさ、自分でさ、寝言言ってるのさ、気づいて起きる時とかあるもん。前は夢の中と現実が混同して、なんか夢の中で、なんかお店屋さんをやってて、なんだっけな、何のお店だったかちょっと思い出せないんだけど、で、そのお店屋さんでさ、なんかこう、商品をさ、お客さんに説明したりとかしてさ、商品を並べてたの。そのね、なんかブツブツね、この商品のね、説明をしながらね、はって気づいたらね、あの、ベッドの脇にあるサイドテーブルの上にね、何かを並べているモーションをしながら、あの、寝言を言っているうちがいたんだよね。怖い。無遊病なのかもしれない。あとなんか自分の、あの、笑い声で起きたりとかする。あははは、とか言って笑って、は、今のは痛いみたいな。結構笑って起きることね、たまにあるな。いや、無遊病なんかな。怖いね。でもそういう風にさ、なんかこう寝てる時に変なことをしてしまう可能性があるから、寝落ちとか絶対怖くてできないんだが、すごいな、逆にすごいなって思った。なんかこう可愛くすやすやって寝れるような、自分は可愛くすやすやって寝れるって思えないから。さらせない。なんか逆にそれがいいなって思っちゃった。すや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 できるならいいな。